八女市出身、声優役者をやっております橋本のどかです。橋本のどかがお送りするのどかのは YouTube チャンネル始まります。はい、ということで大根、大根でーす今日は、はい、得意なものをやってもらおうと思って、はい、まあね、調理師免許を持ってるっていうのは、まあ、我々から 前からちょっといつか話題には出てたんだけど、はい、まあ実際に包丁を使ったりとかないですね、っていうのをやってないので、はい、ね、大根のかつらむき、大根のかつらむきをやってもらおうかなと。はい持ってきましたよ。はい、マイ包丁、マイ包丁オープン。薄く剥いていくってことだよね。薄く剥いていきます。でしかも切れないように、切れないようにできるだけ長く、うん、切っていきたいと思います。橋本のどかの、のどかのは、じゃあちょっととりあえずかつらむきしやすいように、はい、大根とりあえず一回カットしてもらっていいですか。そうですね、うん、じゃあ包丁、出刃包丁で。大根は出刃包丁なの？そのなんか決まりがあるの？調理師免許取る時の実技試験があって、その時のかつらむきの包丁は出刃包丁って決まってます。おお。ちゃんと橋本のどかって入ってるんですすごいね。全部入ってるんです、橋本のどか。ちゃんとじゃあ手入れして。手入れはしてないです。してないんかい、しろや。久しぶりに開きました。あの牛刀しか普段使わないんですよ。ん？牛刀っていう、うん、牛の刀って書いて牛刀っていう、あの一般的に家庭でも使われる西洋料理用の包丁ばっかり使うんで、出刃包丁は多分1年ぶりぐらいの登場です。じゃあちょっとカツラムしやすいように、はい、切ってください。よいしょ。どれぐらいがいいかな。よいしょ。はい。うん。4等分。はい。でん、大根のかつら巻きをやっていきたいと思います。まずは、ちょっと緊張してる。ちょっと緊張してる。まずは、最初皮を、周りの皮をとりあえず、焼いていきます。周りの皮を剥くときにある程度形を整えながら、実際調理師免許の実技テストでこれを受けたんですけど、最初のね、ここでちゃんと丸になってるかって本当に、ああそういうこと、大事なんですよ。いいかな。かつらむきっていうのは、はい、どういうむき方？今皮を剥いた剥き方が基本のかつら剥きなんですけど、あのこの状態からひたすら包丁を入れて薄く薄く剥いていくんですけど、お刺身とかについてるつまとかを作る時に用いられる切り方です。いや実際実技テストに出てくるんですけど、料理に使ったことないです。キュウリの輪切りとか出てくるんですけど、そういうのは使うんですけど、大根のかつらむき使ったことないです。でも一番こう実技試験の中で苦労した試験科目です。すっごい今日は地味な絵面になるかもしれないんですが、ちょっと集中してる私を見届けてください。うん、これ集中力大事なんで。うん、はい。はい。いきます。
薄ければ薄いほどいいの？そうです、薄ければ薄いほどいいんです。おお。一応包丁が透ける、手が透けるぐらいの。ああ、透けてる透けてる。これが実技試験にある。え、これさ、時間制限とかあるの？時間制限ありました。こう、あの、何分以内にどれぐらいやらないといけないとかなんかじゃないと、すっげー慎重にガーッとやってるとさ。あ、時間制限わかんないんですけど、なんか先生が物差し定規、うん、持ってきて、それ以上の長さをやらなきゃいけなかった。29センチあと1センチ合格ならずそれさ、残りでさ、もうちょっと、もう一回やってみようよ。もう一回？うん、はい、センチはどうなの、自分的に。え、自分的に、え、なかなかいいんじゃないですか。41センチ、41センチはいい方、いい方だと思います。どう、透けてる？透けてますか？でも手は透けますか？あー、あー、確かに。いや、久しぶりにすごい集中しました。これを千切りにすると大根サラダになります。伝わりますか？普通に千切りにするより。それ細くしたってこと？カツラ向きでやると細くなるんです。あ、なるほどなるほどなるほど、そういうことね。はい、そうか、薄さが薄い、ね、薄ければ薄いほど。みんなもぜひやってみてください今日大根買って帰って、お家でぜひやってみてください